皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。本日は2019年12月27日金曜日ですね。本日2つ目の動画となります。えー、2つ目の動画はね、えー、朝日新聞に最近連載されててですね、まあ、本日も朝日新聞デジタルの方でスマホのニュースとしてね、私のところにも、まあ、今日も飛び込んできましたけども、朝の5時ですね。 えー、三菱電機に入社して3年、えーとまあ、三菱電機に入社してね、あのまあ、3年ぐらい、まあ、当時25歳の人、あと今回も、まあ、自殺したということですね。それで、まあ、新入社員が、まあ、結構自殺しててですね、えーまあ、パワハラを受けてですね、お前も死ねみたいなこと言われてですね、<laughs> それで自殺したから、あのこの会社良くないんだっていう話がね、かね ニュースになってるわけですけれども、まあ皆さんご存知の通り、えー、私はですねあの、1993年に明治大学を卒業して <laughs> 三菱電機に入ったんですよね。で、まあ同じ経験してますのでね、僕もソフトウェア開発をやってましたから、なのでちょっとあの同じような、まあ三菱電機、<laughs> 中身な、社内はよく知ってるんでね。で、今回は、 えー、これですよね。三菱電機の、えー、通信機製作所ですよね。えー、通信機製作所は兵庫県尼崎市ですよね。で、こう行った時あります。研修の時もね、行ったし、新入社員、えー、自殺事件について自分の時と比較して考えてみますということですね。はい、それで、<laughs> まあ、状況についてはね、あのー、まあ、 皆さんもご存知かなと思うんですけども、えー、社員の自殺が相次ぐ三菱電機と。3年前に自殺した男性新入社員、当時25歳か。まあ、大学院出て、一浪して大学院に入ったのかな。まあ、3年前に自殺したのと、あと今年8月にも自殺してると。20歳代の男性新入社員が同じ、同じ社員寮に入っていたと。まあ、これは尼崎、まあ、 あの勤めてる製作所、まあ、工場は違うんだよね、えー、と通信機製作所尼崎と伊丹の方でね量はまあ同じとこにあるとだから同じ量で死んじゃったってことなんだけれどもえっ、ー、と3年前に自殺したのはこの3年前の4月に入社した新入社員通信機製作所 に配属されソフトウェア開発を担当していたとソフトウェア開発ってねむちゃくちゃ大変だからソフトウェアの <coughs> 管理とかメンテナンスってのは楽なんですよ例えば情報システム部のね、えー、サーバー管理とかっていうのはまあ簡単すら怒られちゃうけど楽ですよねあと品質ソフトウェアの品質保証品質管理とか出荷管理は簡単なんだけど開発ってのは大変なんでね納期があるから だからもう徹夜徹夜なんでソフトウェア開発を担当していた同年11月鉄道などを使って1時間ほどのえ距離にある兵庫県三田市の社員寮で自殺し遺族が翌2017年9月に損害賠償を求めて同社を提訴したと今年2019年ね今年自殺した社員も同製作所と同じ敷地内にある 生産技術センターに配属されかああ同じところ同じ社員寮に入寮寮の近くの公園で自ら命を絶ったあああれかな公園の木に縄を巻いてですかね3年前に自殺した社員が書き残し遺族側が17年9月の提訴時に公開したメモは複数の上司や先輩が質問にまとめにまともに答えずと 複数の上司や先輩が質問にまともに答えず同僚の前で激しく非難したことなどが記されていたと、まあ、こんなに日常は3時でしたね <laughs> 僕もねだいたいね、えー、僕は1993年に、えー、愛知県稲沢市のですね、まあ、あの三菱電機のえー、あれですよエリート中のエリートエレベーターエスカレーター工場に配属されましたからね はい、あの稼ぎ頭のね、ーー三菱電機で稼ぎ利益上げてるっていうところほとんどないですから、もう、もう、テレビとかあんなの全然赤字ですからね、はい。それで、えー、僕はあのエレベーターで使われた工場でビルシステムとかビルセキュリティのソフトウェア開発、まあ、その当時まだね部に、ソフトウェア開発は部になってなくてですね、えー、っと、プロジェクトグループでしたからね、<laughs> むちゃくちゃ大変でしたけど。 うん、まああの最初の1年間は研修でですね、えー、C 言語のねこんな分厚い本をボーンと渡されて最初にでこれ読んどいたやつってね完全無視ですからね質問してもここは学校じゃねえんだぞっつって俺りですから <laughs> みんな忙しそうにほな物件の開発やってるから一つ一つのあの物件のね案件の開発やってるからだからあの質問 <laughs> する時間もないし先輩怖いし。 うん頭いいんですよね特にね三菱電機っていうのはもうここにも書いたんですけどね丸一番っていうのは三菱電機っていうのは天下の三菱っていうとおりですね財閥の中でも、まあ、トップ財閥の一つだよね三,菱三井三菱住友安田って言うでしょで三菱っていうのは今でもまああの 官僚と癒着してる日本の官僚と癒着しててですね、えー、三井三菱住友、まあ、伊藤忠丸紅なんかっていうのは官僚との癒着があってですね、えー、まああのいわゆる国策会社ですからね国策会社ですからまあ公務員みたいなもんなんですよ公務員なんだけどむちゃくちゃ忙しいとそれでエリート意識がむちゃくちゃ高いので 旧帝国大学の大学院を出てない人は入社しない方がいいです。もうそもそも。そもそも入社しない方がいいですね。はい。あの、私もですね、えー、どころ馬の骨だからよくわからない、東京の明治大学ってですね、東京では、まあ、名前だけはね知られてるんですけどね、マーチの中でですね、明治大学って知られてるんですけど、 旧帝国大学に比べたらもう偏差値むちゃくちゃ低いで。しかも三菱電機はメーカーですから、電機メーカーですから、理系以外はみんな出世ないですから、文、はい、系の人が入社したところで、じゃあ部長になるか取締役になるかってっ絶対ならないですから、はい、理系出身の、しかも旧帝国大学の大学院でいてないと。まあ、まずは東大、東大じゃなくてもいいな。 東北大、北海道大学大学院、東北大学大学院、東京大学大学院。でまちょこっとかろうじていいのが、東京工業大学大学院、あとは名古屋大学大学院。東工大はちょっとおまけだよ。名古屋大学、名古屋大学大学院でめむちゃくちゃ頭いいから。あとは大阪大学大学院、京都大学大学院、あと九州大学大学院。 旧帝国大学の大学院を出てなければいろんなね大学の大学院一橋の力があるのかな大学院とか出てたりどっかの国立大学神戸大学の大学院出ててもですねだからちょっとね自殺した人がどういう大学出たのかわからないですけども特にねとにかくね僕はね明治大学の大学院出てないんですよ。 4大卒なんで、かから出世ななんかないんいですそもそもないんです。それで、じゃあなんでね、このソフトウェア開発部っていうのは、エリート中のエリートなんですけど、なんで紛れ込んじゃったかっていうとですね、自分でね、やらせてくれって言っちゃったんですよ。そもそも4大、四大卒の、ね、私学での四大卒っていうのは、早稲田も慶応も同じですよ。私学でのの大卒っていうのは ボロ雑巾として一生すすすごごく過ごす運命なんですよねあの、まあ、帝国大学の大学院の、ね、方たちが課長になったり部長になったりする下にです、ね、あの雑用として置かれてるだけで、えー、部下なし課長で一生終わるっていうです、ね、人事制度になってるんですよねそもそもね。で <laughs> ちょっとすみませんこのね議題についてはちょっとあの2つ目の動画を作るんで。 1一個目はねここで一旦終わらせていただきますどうもありがとうございました失礼いたします